はいどうも、バムログフィールドチャンネルのバムくんです。いつもご覧いただきありがとうございます。ということで今日はですね、キャンピングトレーラー講義第45回ということでお伝えしたいと思います。はい、でね、今日のお題はペットとキャンピングトレーラーで旅をする方法ということでお伝えしたいと思います。今ね、コロナ禍でね、ペット需要どんどん上がってると思います。もちろん犬猫もそうなんですけど、ハムスターとかね、リスとか、チンチラとかね、デグーとか、またそういう小動物、小鳥かもしれませんけれども、旅をなさる方もね、増えていると思います。その皆様方が、旅をね、楽しめるようにですね、お話をしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただきください。はい、ということでね、ペットとキャンピングトレーラーで旅をする方法で、この2つのお話について話したいと思います。1、必須装備、2、おすすめのヘッドシェアということでお話しします。はい、ではですね、1です。必須装備はですね、この2つドン、はい、サブバッテリー増強と家庭用エアコン、この2つがないとですね、まず無理。ペットと旅をするのは無理です。日本の夏は暑い、日本の冬は寒いということで、冬はですね FF ヒーターがあればまあね OK なんですけれども、家庭用エアコンで、オートでね、24時間、フルで動かせるようなものがあるといいと思います。それにはですね、サブバッテリーを増強しておく必要があります。もちろんですね、ポータブルバッテリー、今流行りの、モバイルバッテリーというかポータブルバッテリーありますよね。あれの大容量のやつ、あれでね、大容量のやつだと、1500W とか、2000W とかね、出力できるものがありますので、まあ目安としては 1000W 以上の出力がある、 1500W 以上の出力がある、まあその辺を、目星にですね、リチウムイオンの、モバイルバッテリーを買うという手もありますが、サブバッテリーを増強するということがですね、もし新車で買うのであればやる必要があるかなと思います。それとですね、ヘッド車からの電力だけでですね、そのバッテリーの充電を満充電にすることはかなり厳しいと、減らないだけ、消費するのを抑えるぐらいということで思っていただいた方がいいんですね。キャンピングトレーラーから、キャンピングトレーラー、ヘッド車からキャンピングトレーラーの方にね、走行充電できるんですけれども、ほとんどね、充電されないと思ってください。なので、できることならソーラーも、たくさん積んでほしいと。100W じゃなくて 200W、300W、400W と積めるだけ積むと。そういうことによってですね、ソーラーの電力だけで家庭用エアコンというのはね、動かすことができます。日差しが良かったりすればですよ。それはもちろんソーラーなんで、環境によりますけれども、動かすこともできますんで、バッテリープラスソーラーと、家庭用エアコンね、っていう風にしました。でね、あえてここに、なんでサブバッテリー増強と家庭用エアコンって言ったら、これはね、最低条件ですね。で、もしお金に余裕があればソーラーもつけてくださいとか、ポータブルバッテリーもあった方がいいよねというお話で、サブバッテリー増強と家庭用エアコンは必須という風に、覚えておいてください。で、走行充電ができないと言いました。じゃあ走行充電できなきゃソーラーなきゃダメじゃんって思うかもしれないんですが、RV パークとかを使えばですね、夜充電できますので、それで、そうすれば次の日は満タンになってるということで、どこかね、行った先、旅先でちょっと泊まる時とかに家庭用エアコンをつけて、ペットをそこに置いておくということはできますということで、サブバッテリー増強と家庭用エアコンの2つに絞らせていただきました。あんまりそれね、お金かければ何でもかんでもできるんですよ。だけど最低限でいきましょうよと思うんですよね。私はそう思ってます。あんまり装備ばっかり増やして、メンテするとこも増えるし、最初に買うお金も増えてしまうので、私はそれはおすすめできない。今ね、はっきり言います。今のキャンピングカーはね、装備が多すぎる、ということで、ペットとね旅をする場合は、サブバッテリー増強と家庭用エアコンは必須ですよというお話です。はい、2で、おすすめのヘッド車いきましょう。おすすめのヘッド車ですね、これはね、 PHEV です。これね、 PHEV があれば 1500W のコンセントがほぼね、今の新しいやつはみんなついてると思います。ラブ4と、アウトランダーは確認しましたが、ついていました。で、そこから 1500W の電気が取れるということはですね、きっと多分自動車業界の、100V のコンセントなんでね、綺麗な制限波が出るはずです。なので、家庭用エアコンも余裕で動くし、電子レンジも動くしということで、その電源車となるわけですね。もし、私もそうなんですけど、この車をね買ってしまってて、今からバッテリー増強とか大変だよっていう場合はですね、車を買い替えるっていう手もあるっていうことをですね、ちょっと頭に置いといてもらったらいいかと思います。で、 PHEV のいいところはですね、一晩ぐらいだったらエンジンがかからないで、
あの電気を供給することもできるし、もしエンジンがかかったとしてもですね、発電機みたいにうるさくないんですよ。あの 16i とか私持ってますけど、結構いい音します。なので昔はね、消音ボックス自分で自作して、それをヒッチキャリアにつけてですね、自走式キャンピングカーで旅をしていた頃もありましたけれども、車のアイドリングだとね、それほど気にならないし、また電気が溜まれば止まるということで、あの最低限のアイドリングで済みます。でこれがじゃあ EV でもいいじゃないかって思う方いらっしゃるかもしれないですけど、 EV の場合はですね、なくなったらなくなっちゃうんですよ。電気を作る手段がない。で、走ることもできなくなってしまう。これだとちょっとね、冒険、旅には合わないということで、やっぱりね、PHEV が今後も最高だというふうに思います。で、これからね、環境性能とかいろいろありますけれども、PHEV はガソリン車と違いますのでね、長く乗れると思います。あと、私、プリウス乗ってたんですけれども、バッテリーの劣化ってね、ほとんど感じなかったです。あの、7年で18万キロぐらい乗りました。だけど、バッテリーの劣化ほとんど感じないということで、きっとね、アウトランダーとか、ラブ4とかね、そういう車もですね、バッテリーの劣化ほぼなく長く乗れると思いますので、思い切ってヘッド車を買い替えてしまうと、エアコンをつける。で、この場合は、バッテリーを増強する必要はありませんと。あの、バッテリー増強しておいた方がいいんですよ。だけど、バッテリー増強するとですね、サブバッテリーってそんな長く持たないですよ。キャンピングトレーラーは20年持つけど、サブバッテリーは2、3年しか持たない。その間に何回も何回も交換すると出費がかさみますよね。だったら、ヘッド車だけで、ずっと楽しむっていう方が、おすすめだと思いますので、もしね、ヘッド車を買い替えられる余裕がある方、または PHEV が買える余裕がある方は、検討してみてはいかがでしょうかというお話になります。で、ただここでね、一つ問題があるんですよ。なんかね、よく分かってないのか分かんないんですけど、車内でね、そもそもですよ、1500ワットも行くような家電製品をですね、そんなに使えますかと。だけど車内にしかコンセントがついてないんですよね。あの外部コンセントっていうのがついてないです。オプションであるかちょっとね、私よく見てないんですけど、三菱さんだってあるのかもしれないし、ちょっとね、それはもし本当に買おうと思ってる方はメーカーに聞いてみてください。車内で1500ワットのねコンセントを、使えるようになってるけど、1500ワットまで何使うんですかって聞いてみてください。これ嫌味になっちゃうからダメかな。まあだけど本当にそうだと思うんですよ。車内電子レンジ積んで、あのレトルト食品温める人って何人いるんですかと。あと車内で、あのドライヤー1200ワットのドライヤーで頭を乾かす人が何人いるんですかってことなんですよ。だから車内にコンセントがあってもしょうがないんだけど、車内にしかついてないって現実があるんで、もうね、これね、外に引き出すときにね、窓開けといたりハッチバック開けといたりしとかなきゃいけなくなっちゃうんですね。でもあのキャンピングトレーラーであちこちね旅に出るってことはですね、台風に遭うかもしれないし、大雨かもしれないし、大雪かもしれないんですよ。そうすると窓ばっかり開けていられないということで、私がおすすめするのはこちらです。はい、車内にしかコンセントがないので、フラットな 100V コードを使うのもありかもということでご提案させていただきます。これね、 Amazon のリンクに貼っておきますけれども、薄さがね1ミリぐらいしかないらしいんです。だから車ってね、あのぴったり閉まってるようですけど、実はあれ金属がくっついてるんじゃなくてですね、パッキンが、ドアとドアの間にはパッキンがありますと。で、そのパッキンに挟める厚さだと思うんで、ちょっとね、このフラットケーブルを検討してみるのもいいかなというふうに思います。これはご提案なんで、あくまでね、自己責任でやってください。漏電とかしたら危ないんで、その辺はちょっと工夫が必要です。テープ巻いとくとかね。ただ、普通のコンセントよりは薄いんで、ドアを閉めておいても、多分閉まるし、雨漏りとかもしないんじゃないかなというようなふうに思ってるんで、もし私が PHEV 買ったらですね、このコンセントを使って、トレーラーの方に電気は供給したいななんていうふうに思ったりもしていますと。はい、ということで今日はね、ざっと話しましたけれども、多分今ニーズが高まっている、ペットとキャンピングトレーラーで旅をする方法ということでお話ししました。自走式のね、キャンピングカーの場合はですね、最悪ですよ、やっていいか悪いか置いといて、最悪でも中に命がいるわけですから、車のエアコンをかけっぱなしにしておくっていう手があるわけですよ。だけどキャンピングトレーラーにはそれがないと。ちょっとね、お出かけするとか、あとちょっとランチするときとかに、車を止めておいて1時間とか、車内から、車から離れるときに、ヘッド車の方に置いておけるならいいんですけど、キャンピングトレーラーの方に置いておきたいっていう場合に、家庭用エアコンがあって、それが稼働するようにするには、バッテリーを増やすとか、PHEV から電気をもらうとか、そういったことでですね、対応すればいいのではないかなということで、ペットをと一緒に、キャンピングトレーラーで旅をしたい方はですね、ちょっとこの情報をもとにですね、いろいろ新しい車とか、そういうのを探していただければいいのかなというふうに思います。
はい、ということで、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。実はですね、うちもね、ペットいるんですよ。ね、熱帯魚と、まあ、ハムスターとデグーなんですけど、このデグーがね、めちゃめちゃ寂しがり屋なんです。すごい人に懐くんですよ。見た目ネズミみたいなんだけど、すごい人に懐いて、もういないとピー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 泣いて、いや、名前呼んだら来るみたいなね、そういう可愛いペットなんで、ちょっとね、私もその旅に連れて行こうかなとは思ってます。で、うちちょっとエアコンがちゃんとしたのがないんですけど、まあそれも工夫しながらね、旅をしようかなと。そんな動画もね、今後はアップできると思いますので、ぜひお楽しみにと。あとね、メンバーシップの方も、やってるので、そこではですね、キャンピングトレーラーとかキャンピングカーのレビューとか、突っ込んだね、インテリジェンス的な話とか、あと、簡単にコンパクトにまとめた、講義動画とかね、アップしておりますので、もしよろしければそちらの方も見ていただけたら嬉しいです。はい。それではですね、最後のセリフ行きましょう。3、はい。ただ走るだけで冒険になるキャンピングトレーラーライフ、皆様もぜひということで、今日もご覧いただきありがとうございました。こんな動画ね、もし、いいなと思った方はですね、チャンネル登録をして次の動画をお待ちいただければと思います。ではまた、バイバイ。